はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりに、じゃないな、1週間ぶりか。ウィニングポスト9、2021、ライブ配信始めていこうと思います。今回3月を1週からをスタートです。Twitch で配信しております。Twitch アカウントフォロー、チャットコメントをぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。続いて YouTube、ぜひ、アーカイブ残しますのでぜひ見てください。続いて YouTube、アーカイブは2日後、18日21時頃にプレミア公開予定です。ちょっと待ってくださいね。ぜひ見てください。 Please my This live archive my YouTube channel Today's after Premiere live my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウント Please フォロー&リポスト&グッドボタン Please。 はい、では始めていきましょう。3月1週ですね。3月1週はドスライス？なんだこれ。あ、これ G3 なんだ。ドス、なんかドスカラスみたいな名前。サウジカップですね。ゲームオンデュードワールド、ゲームオンデュードワイズだ。で、確か出てなかったよな。お、天野が3頭上位を占めます。ロードカラノアか。で、スワとハルコン、天のそばにいるね。天のラキスタとワッツスリーを決めましたが。ということで、行ってみましょう。ネクストです。エンプレス杯です。カタノフェイト、一番人気となります。7歳か。あと2年ですね、現役は。ちょっと厳しいかな。ダイジェストいきましょう。川崎 JPN2 エンプレス杯ダート2100m。さあ、短い直線に入って、さあ、こ先こ頭かにらが躍動り出見せた。どころ、カタノフェイト、先頭、でも、内リからードは来てい2る馬身、ぞ。3馬身、残り100m、2押番し切手りはそミラクルレジェンド、カタノフェイト、う。このね、馬勝でち決まましりました。た。カタノフェイト、1着、カタノフェイト、完勝、2着はミラクルレジェンド、3着にブラキンコ、勝ったのはカタノフェイト。牝馬限定ですからね。そして仁川ステークス、天のつぼみとなります。一番人気グリグリ。あとクラブは凱旋ウィキも出てます。こちらは2番人気となっております。ではダイジェストいきましょう。阪神オープン特別仁川ステークスダート2000メートルです。さあ、いよいよ直線の攻防。天のつぼみ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 これは完全にちさあ、ぎつれまらた。ない。2番手は凱旋ウィキ、とてつもない強凱旋さ。ウィキは天のつ2ぼみ番手上今がっ5て、位段違いの天強のさつでぼす。みが21着着はでし凱た。旋ウィキ、3着に名勝リーフ、これは桁外れの強さだ。天のつぼみ、天のつぼみはオス6歳ですね。じゃあ重賞行ってみるかな、次は。そしてスミネステークス、天の女子会は3番人気、クラブ馬、凱旋バッカルーが1番人気となっております。
2番人気テーマギャラリーですね。先方変えられるが、追い込みでいってみましょう。ダイジェスト阪神3歳、これ牝馬限定かな、オープン特別芝 2200m です。牝馬限定じゃないと思う。さあいよいよ直線の攻防、同線誉れ星先頭1馬身から2馬身引き離す、あと 200m 先頭は同線誉れ星、誉れ星と差つまらない。凱旋ばかる同線誉れ星先頭だ、先頭は同線誉れ星1着で合理、2着は凱旋ばかる、3着に天の女子会見事に勝ちました。女子会3着か、同線誉れ星。人気通りの結果でしたね。坂がちょっと苦手っぽい。ネモフィア賞天野ドラッカーです。女子高生がドラッカーをやってみたら。1番人気はダンサーズクライドですね。2番人気ベルツアポリアポジドですね。3番手評価かな、典型的な父マインシャフト、母天野アイモード。行ってみましょう。先方的にはまあ逃げで行ってみるか。ダイジェスト行きましょう。小倉一生3歳1勝クラス、ネモフィラ賞ダート 1700m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ頑張れるか。ドラッカ先頭、内からぐんぐんとダンサーズクライド、ダンサーズクライド、ちょっと伸び争いに、ダンサーズクライド粘る、ダンサーズ、いやまた差し返す、ダンサーズクライド、ダンサーズクライド、2着争いってとこですね。2着は微妙です。1番人気に応えました、ダンサーズクライド見事です。あ、2着なりましたね、天野ドラッカー。距離が、距離適正が限られる。そして中山記念です。1番人気天野想定がない、2番人気天野フィッツです。他天野トゥルースが4番人気、凱旋クラブは凱旋ドンカー5番人気、3番人気はダノンカモンか。天野想定内がグリグリですね。天野想定内現役最終年となります。さあ2番人気以降の戦法どうするか。前に熊多いよな、でも追い込みはそんなにいないんだよな。じゃあ天野トゥルース前に行かせてみるか。はい、では行きましょう。ダイジェスト中山 G2 中山記念芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、リアルインパクト先頭、あと 200m 天野想定いない先頭だ、残り 100m。 さあ結構激戦になってるぞ。天野フィッツ、天野想定いない先頭だ、天野想定いない、天野想定いない、1着2着は天野フィッツ、3着に栄進アポロン、天野想定いない見事な勝利です。現役ラスト年天野想定内、フィッツが2着か、トゥルース3着、阪急杯、クラブ馬ばっかりですね。ロードカナダは1番人気、他の2頭はそんなにちょっと厳しいな。で同枠のリディーが、2番人気となっております。他ドリームバレンチオが3番人気です。ではダイジェスト阪神 G3 阪急杯芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防、先頭に踊り出そうだ。ロードカナダは引き離しにかかる、あと 200m 後続を引き離しにかかります。2番手はリディル、これは強い。ロードカナロはこの馬で決まりか、完璧です。ぶっちぎった圧倒的な強さを見せました。2着はエイシンリターンズ、3着にリディル、まずは前哨戦を制しました。ロードカナロはここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
さん、2頭ですね、キャンキャンと、ん？キャンキャン？キャンキャン無理でしょ。キャンキャンサンタアニタですね。キャンキャン出ません。スマートワルコはどうかな。次は柏記念に出たいって言ってる。まあでも出ることに問題はないでしょうけどね。あ、距離適正も大丈夫。スワトハルコは出ましょう。ジャスタウェイ出て、もう出てくるんだ。サマノキャンキャンって字は何勝だっけ。4勝か。あと2年ですからね。あ、でも寿命の問題もあるな、天のキャンキャンは。なるべく勝ちに行きたい。ここ最近本当に調子がいいですからね。まあ地方競馬ばっかりだったからな。初めてだよな、チャンピオンズカップで地方競馬以外のものを取ったのは。ブルーレイはあと2勝だが、肩の剣をまだ2勝ですが、まだ4歳です。でインサイト、2勝ですね。ダイオライド記念、こっから確かステップで何かステップをっていう感じかな。ジェンティルロンナ、ジグライズフィーズを取っております。チューリップ賞は桜花賞トライアル、天の海猿は1勝クラス、ゴルシは弥生賞、ホープルステークスを取ることができました。お、カレンちゃんに何か。おー、カレンちゃん3位に成長。カレンちゃん豊島だって。春になってやっぱり出走する馬も増えてきますよね。フェイトは芝ダート両対応だ。大阪杯はもちろん出そうと思ったら出せます。まあ最もこの馬出すんだったら牝馬限定のレースに出た方がいい。スタートでも芝でもどっちでも構いません。これに出しとこうか。とりあえず一周放牧。三浦になってるけどチョッキー変えたい。山のつぼみはヘアステークスか。いや、もったいないですね。まあ重賞チャレンジさせたいって言っても、このまま次は平安ではちょっと間に合わないと思う。だからといって、まあ名古屋グランプリ取ってるけど G1 じゃ届かんだろうしな。帝王賞ダメだったし、名古屋城ステークスとかありますけどね。マーチステークス、天の宮が出てきます。あと名鉄杯あたりか。え、いや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 、背負わない背負わない背負わない。89キロきつすぎるだろう。2000の2000だね。この辺からちょっとチャレンジしたいところですよね。アルクール賞、オークロンハンデ、オークロンハンデ結構稼げるじゃないですか。
まあでも厳しいでしょうけどね。芝か。はい、アメリカレースも長距離戦あるんだ今。G3 とはいえ。でも出せるレースは結構限られる。アンタレスとかマチステークスはぶつかり合いになっちゃうし難しいな。あ、これ賞金だとダメだしな。やっぱりアンタレスか。まあ、しっかり勝っておかないといけません。そして想定内、どうかな。宮杯想定内を出すレースって宮杯じゃないような気がする。それにやっぱり厳しいですねこれ。想定内はもう年がないから出させたい気持ちはあるけど、ここはコロコロを2にしてっていう感じだろうな。うん、でも調子悪いよな。スピードは良くないし。でピッツは？ピッツはまだ4歳だからチャンスあるんだよな。大阪杯は全然大丈夫です。むしろここぐらいしかチャンスないよな。瞬発力が低い？スピードもある。スピードはでも高いんだよな。瞬発力上げましょう。瞬発力は D から C。これ多少差し足が増したんじゃないでしょうか。生活熱血っていうのがちょっとねやっぱり影を落とすよな。これもまあ大阪杯狙うでしょうけどちょっと力が足りないよな。まあ、トゥルースはまだ上限が2000。あ、ここ出したいけどな。出しとくか。ダメならダメで仕方がない。で一周放牧か。で女子会はフラワーカップへ向かいます。3歳馬ですからね。1008を2400。お菓子はちょっと短いし成績見ててもちょっと厳しいと思うな。タワーカップ、うん、あ、藤岡幸太騎手だ。本当に黙祷ですね。まさか落馬でなくなってしまうとは。トトもいたっけ。外は雷鳴ってます。フラワーカップ頑張ってもらいましょう。やっぱりメインのジョッキーですからね。
して天の城ドラッカーです。北村優か一生クラス、まあ確率に抜けてほしいけどな。4月1週かしばらくはこう様子見ましょう。海外はスタートあるかも行ってるから大丈夫。ブラックキャビアも大丈夫。ラベと C 機種11勝だから大丈夫。あ、これダメだ。天野キャンキャン、これはジョッキー変えないと。あ、ダメだ、もう変えてもらえないんだ、失敗した。まあもうこの後秋山機種に頑張ってもらうしかないね。じゃあ行きましょう。サンタニータハンデ、天野キャンキャン一番人気118。次はシャンクルフォード、そんなに強いメンバーじゃない。ここならちゃんとうまくプレッシャーに負けなかったらチャンスあるかも。レース行きましょう。サンタニータ競馬場 G1 サンタニータハンデ、ダート 2000m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フレームカレント、これはいいスタートを切りました。プラムプリティ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくプラムプリティ行きました。続いて前へ行くのはフレームカレント、カーズスペシャリスト、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から。先手を取ったのはフォートランド、その外にプラムプリティ、その隣にペールバースト、クイックアマナー、すぐ後ろピンクの帽子ケアミスペール、その後ろ天野キャンキャン、いい位置です。すぐ後ろにフレームカレント、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで G1 馬コイル、ムーチョマッチョマン、この馬もこのグループ、ギルスラリティ、それに続きます。その後ろからはスピーチウォーシャン、並んで9番シャックルフォード。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。これに続くのがアフリカンニコル、しんがりからカーズスペシャリスト、先頭は依然としてポートランド、プラムプリティ、ほとんど差がありません。間を挟んでケアミスペール、3番手天野キャンキャン、まだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ追い上げていった。先頭はプラムプリティ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。プラムプリティ先頭、残り 200m、 一気に後続がやってきた。いや伸びないな。残り 100m、 ムーチョマッチョマン抜けた。ここでようやく天野キャンキャン、先頭はムーチョマッチョマン、1着でゴール、2着はシャックルフォード、3着にプラムプリティ、4着ぐらいかな。見事な勝利です。マクトゥームチャレンジ R3 ラウンド3、天野ブルーレイ一番人気。ちょっとこのメンバーででも勝てないと厳しいよね。さあ128はダントツです。ここはしっかり、突破してもらえるでしょうと思いたい。レース行きましょう。名南競馬場 G1 マクトゥームチャレンジラウンド3、ダート 2000m です。こちらドバイの名南競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。勢いよく飛び出したのはスタートは横一線ソート、ちょっと出遅れ、ダッシュよく飛び出してシリコレット花に立ちます。その後ろからはレジェンドパーセプション、後ろに下がっていきま す, ま構えです。さらにはエイディーンズキャバーン7番オマージュタンブル、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。先手を取ったのはシリコレット、少し開いてドロップソート、その外からゴールドジャック、内からはデイバリッドマシン、最高ですね。その隣にウィンドシャークガート、黒の帽子ドラマグルーヴ、その後ろフラットアウト、すぐ後ろ並んで8番ハブルデグレイス、その外にキャントギャファリー、すぐ後ろにアフリカントゥループ、ダメロンチェーサー、そのうちに続いています。並んで12番フリーグロース、一番後ろに天のブルーレーンは砂煙を上げてかけています。唯一の追い込み馬だったかな。シーコレット依然として先頭、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ6番シーコレット、2番手はオマージュタンブル、エイディーンズキャバーン、3番手届くのか、G1 6勝天のブルーレイン、まあと2勝取らないといけません。最終コーナーをカーブして、さあ中割ってきたぞ、日本と世界意地のぶつかり合いが、中か進出、先頭さあハブルデグレイス、さあ伸びきれるか、残り200メートル届かないのか、変わってハブルデグレイス、あ一頭前にいた、ハブルデグレイス1着、ハブルデグレイス完勝、2着は天のブルーレイ、3着にフラットアウト、勝ったのはハブルデグレイス、見事な勝利です。差し届かなかったですね。また2着ジュベルハッタ、片野慶音一番人気、121、一応トップではありますね。2番人気でリーティングも2着なの、2番手なのはシティスケープとなっております。前行く馬が多いですね。これがどう影響してくるか、レース行きましょう。名壇競馬場、G1 ジュベルハッタ芝 1800m です。こちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アクスリボーン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはアクスリボーン、続いて片野慶音、さらにはイノセントカルディーナ、古豪サフランニュートリノ、その後ろアクスリボーン先手を取りました。これに続いてポイントオブエントリー、ネクストドラマ、それに続いていますピンクの帽子インホットラグナス、その後ろ内からはエンドゲーリック、その隣にイブニングクロッシング、すぐ隣にシティスケープ、これに続くのがオレステスグロナス、並んで2番ファーダルザビール、すぐ後ろにマリシャスセビリア、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はイノセントカレリーナ、2番手はアプスリボーン、ポイントオブエントリー、3番手 G12 勝片野慶音、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はイノセントカレディーナ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 届くの か, ここ か, うか、いや内から来ている。先頭に立ったのはポイントオブエントリー、ポイントオブエントリーがいわいち伸びがない。 200m ポイントオブエントリー、意地を見せるシティスケープ、必死に追う。ポイントオブエントリー3着までか、いやポイントオブエントリー4着ポイントオブエントリー完勝、ダメだ全然ダメだ。3着にウィンターメモリー、今回のドバイはポイントオブエントリー、見事な勝利です。片野慶音4着に終わりました。続いてダイオライト記念、片野インサイトは2番人気、1番人気フリオーソ、ちょっと厳しいかな、3番人気シビル王となっております。ダイジェストいきましょう。船橋競馬場 JPN2 ダイオライト記念ダートス 2400m です。短い直線に入って後続は届くかどうか、ランフォルセ先頭、外からシビル王、片のインサイト、まだ後ろ、懸命に前を追っています。
ランフォルセ先頭だ。ランフォルセが。ランフォルセ1着、2着はシビルウォー、3着にプリオーソ、勝ったのはランフォルセ。4着か。おっと、惜しい機種。いいえ、チューリップ賞ジェンティールノンナ登場。さあ、ビルシーナもいます。桜花賞トライアル、ビルシーナクラブ馬か。サバ人気はストレートガール、この馬も強いですね。1の子の星が4番人気だが、ダイジェストいきましょう。阪神 G2 チューリップ賞、3歳牝馬限定、芝 1600m 大、マイル戦です。さあ、いよいよ直線の攻防、リズムリージ先頭。さあ、ストレートガール一気に来た。ストレートガール先頭、外からジェンティルドンナ先頭、一気に貸した。残り 200m、 ジェンティルドンナ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はビルシーナ、ジェンティルドンナ強い。今ゴールイン、段違いの強さです。2着はビルシーナ、3着にストレートガール、これが G1 馬だ。ジェンティルドンナ、牝馬さんが任せられそうな感じですね。出るかどうか分かりません。さあ、アルメリア賞アマノウィザウです。1番人気グリグリです。で、オリバーアミュー、ダイジェストです。阪神3歳1勝クラス、アルメリア賞、芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の海猿先頭、突き放しにかかります。統計ヘイロー2番手、手応えはどうか。天の海猿先頭、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はエアソミュール、とてつもない強さ、強い、完璧です。圧勝でした。圧勝でした。2着はエアソミュール、これは物が違う。天の海猿お、厩舎800勝目ん自在。さあ、その名もディープインパクト記念に、ゴールドシップ登場。ディープインパクトじゃなかった、ゴールドシップですね。ジャスゴールドシップと、クラブはジャスターウェイ登場です。ジャスターウェイの方がやっぱり印が厚い。マウントシャスター。さあ、ゴールドシップを先方はそのままでいきます。ダイジェスト、中山3歳 G2 高知杯弥生賞、ディープインパクト記念、芝 2000m、
サツキショートライアル、コースも距離も同じ前哨戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャスタウェイ、ジャスタウェイ先頭だ。あと 200m、 ジャスタウェイ意地を見せる。2番手はゴールドシップ、一気にゴールドシップ、ジャスタウェイ並んだ。第1戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。いやいや、ジャスタウェイが有利。俺は際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。この時点ではジャスタウェイがやっぱり有利ですね。ジャスタウェイゴールドシップでワンツーです。まあ出すんだろうけどな。さ、3周は3頭出走、ルーラーシップ、アマノヘビロテ、アマノブログの3頭となっております。アマノナッチャンの11歳、どんな馬なんだ。11歳ってことは1歳ですからね。おっと、勝負根性が強いアマノナッチャン。ということは勝負根性が A とか S とか期待できるってことですね。これは逃げ馬に育つ可能性があるってことじゃないでしょうか。まあ逃げ馬になるでしょうね。どんな馬になるかって言ったら、逃げて、前へ行って粘る競争馬ですね。そういう競争をするんじゃないかなと思います。あ、そう、これジョッキー変えないとダメ。武豊に変えます。そして、海猿がなかなかいいレースだったですね。悪くないんだけどな。まあ距離は大丈夫だから、皐月賞行っても面白い勝負できそうだけどな。ちなみに皐月賞行かない場合って何があるんだ。まあまずここに出るっていう手もあるな。イクメンがいるのかで、まあこの辺とか、場所はちょっと京都、微妙に距離長いけど京都新聞杯とかか。まあ皐月賞それなら一緒に一度なんで行かせた方がいいのかもな。でキャンキャンは一緒だから、もうそろそろ1周ですね。でブルーレイが2着が多いよな、ほんと。ちょっとレースを考えないといけません。中距離の芝だろうな。中距離の芝で、4月の5月1周以降、この辺かな。これってオス馬か。で、慶応は結構幅は広いからな。でもクラシックとか 2000m の方が合う。やっぱり安田じゃない、宝塚とか牝馬限定は出たいですよね。牝馬限定はないのか。
マガルがいるからな。で、当然ヒンお島なんで、じゃあ1人はマイルぐらいしかないんだよな。でもそばにいるねがいるのか。そばにいるねってでも、あ、そばにいるねダメだ、4勝だからな。逆にこの辺にチャンピオンズマイルとかの方がいいのかな。これがどんなぐらいのレースなのかわからんな。ガネーションしかり。一応登録だけしとこう。小さいとどうしようかな。66キロか。出してみよう。あ、ダメだ、出せない。3月3日だからな、出せないですよね。2000から3000だからな。距離が合わないんだよな。だからまあってことでしょうね。ハンデ戦だからな。で、電流を生言う場でもなくお菓子を。まあこの距離だったらどこもかしこもクリアしちゃいますよね。そしてゴールドシップはもちろん行きます。三冠を狙います。海猿もね、距離適正だけに皐月賞一本で勝負せざるを得ないですからね。引けません。かな。ルラシパ最上位。ブログが金庫賞、ヒーズレビューにヘビロテ登場、そしてディープインパクトはジャスタウェイでした。そう、ジャスタウェイはそのままもちろん向かいますからね。さあ3月3週どうするか。ない。主体率上げる、予選株を譲ってもらう。まあまだですね、ここでは。
技術海岸なんてあるんや。じゃあちょっと待ってよ、技術海岸やるんやったら若手ジョッキーは技術海岸にちょっと座ってもらおうよ。何歳かわからないな。三浦厚生、例えば三浦厚生でも使えるんだ。あ、逃げ先が丸になった。こういうあの戦法もあるんですね。では行きましょう。3月3週です。さあ、ランベットステークスルーラーシップ登場、一番人気 しかも闘志燃えております。138か、他がみんな110台なんで、レーティング的には抜けてはいるっていう感じですよね。レース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 ランベットステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ、花を奪うのはどの馬でしょうか。ペイトンウィナー前に行きそうです。アルハワイア、それに続いています。では前の方からアルハワイア先手を取りました。その隣に集団、いや後ろか、バーリー、この馬もこのグループストロークグリロ、そのうちに続いています。並んで7番ペイトンウィナー、すぐ隣にスイーティフランシス、その外からオラトールコンバット、オレンジの帽子ストレートミラクル、その後ろ、その横にオールデンマイダーリング、内からはサラストロッド、後ろからの競馬になりました。ルーラーシップ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで10番スピニングウィッシュショズ、内からはウェルカムベイ、すぐ後ろにバッファローグロット、さらにはアスリアマリテュード。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ここでキングズバーリー先頭に変わりました。スモークスイフト、ほとんど差がありません。アルハワイア3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。キングズバーリー先頭、内からスモークスイフト、これ鋭い足だ。ルーラーシップ一気に先頭へ躍り出た。内で食い下がるキングズバーリー、ルーラーシップ先頭、残り 200m、 後続はまだ後ろ、もうぶっちぎりですね。後方から一気にスピニングイッシュズ、強いルーラーシップ独走、ルーラーシップ力強い。2着はスピニングイッシュズ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。大差です。さあ、中山牝馬ステークス、クラブは凱旋歴女だがちょっと厳しいですね。一番人気チーフズプリーマーか、まあダイジェストかな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。チーフズプリマ先頭、残り 200m、 任されますね。ドナーブルー先頭だ、残り 100m、 やってきた。
凱旋歴女、勝ちた、勝ちました。2着はドナウブルー、見事に勝ちました。凱旋歴女チーフズプリマ完敗です。着外に沈みました。明暗が分かれました。チーフズプリマ9着ですからね。そしてポラリスステークス、凱旋ボアが一番人気、グリグリとなっております。月ユニーク、さあダイジェストいきましょう。阪神オープン特別ポライスステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ボア先頭、突き放しにかかります。残り 200m を通過して、凱旋ボア意地を見せる。でも外から来ているぞ。迫るテーブバンダイ、差し切ったテーブバンダイ、1着、2着は天馬園、3着に凱旋ボア、見事に勝ちました。テーブバンダイ、支えてしまいましたね。さあ そしてアネモネステークス凱旋告白5番人気、チャンスがないとは言えませんが、どうなんでしょうか。人気はエイシンカラフル、ヤマニークルーズ、アイスフォーリスはもう人気ですが、ひとまずダイジェストいきましょう。桜花賞トライアルアネモレステークス中山、3歳牝馬限定芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋告白先頭、残り 200m を通過して、ミッドサマーフェア追い上げてきた。ミッドサマーフェア抜けた、ミッドサマーフェア先頭だ。ミッドサマーフェアゴールイン、2着は凱旋告白ミッドサマーフェア、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。凱旋告白も2着粘りましたね。そしてフィリーズレビュー天のヘビロテ、1番人気桜花賞トライアルとなります。伊坂さんの上で全部20丸、ジョアゾー ビーブル、アンチュラスあたりが人気となっておりますが、あとはフレームスワーブ、どんな馬だ。まあ前に行く馬が多いのでヘビロテにとってはチャンスです。さあダイジェストいきましょう。阪神競馬場3歳牝馬限定 G2 放置杯フィリーズレビュー桜花賞トライアル芝 1400m で行われます。さあ直線に入りました。これからの勝負アンチュラス先頭、さあ外来た、勢いよく天のヘビロテ、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度は天のヘビロテ、2番手はジョアドビーブル、天のヘビロテ勝ちました。天のヘビロテ完勝、2着はジョアドビーブル、3着にアイムユアーズ、天のヘビロテ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。そして金庫賞天のブログ登場、まあ、既に金札取ってる馬なんで気楽に臨みましょう。2番人気はクラブ馬凱旋席駅となっています。ワンツー狙いましょう。あ、実際それが十分狙えるチャンスです。さあダイジェストいきましょう。
中京 G2 金古賞芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあ先頭を伺う外線石壁先頭、内からぐんぐんとダノンバラード先頭、残り 200m ブログは早くも先頭だが、先頭は今度は天野ブログ、2番手はダノンバラード、天野ブログゴールイン、2着はダノンバラード、3着に外線石壁、これが G1 馬だ天野ブログ。さあ今週3月4週も3頭です。欧州タンクレットステークスにはオルフェーブルが登場します。フラーカップに天の女子会ですね、頑張ってほしい。まだ本年度は1勝もしてないですからね。ゲド戦記で1勝してるのか、あ違うわ、いや、朝日杯、いや、合ってんのか、朝日杯フューチュリティステークスだから。うん。さあまずはルーラーシップですね。ランベットをしっかり勝ってこれ12勝となりました。まあルーラーシップは今年いっぱいでしょうからね、引退しさも点灯してますし、本当はもっと走れそうな気がするんですけどね。まあそんなこと言っても知らないか。まあここはやっぱり宝塚狙った方がいいとは思いますが、その前にちょっと強力な馬と当てたいな。ここら辺はそんなに強いメンツじゃないけど賞金は稼げるんですよね、ちょっと気になる。そして、クイーンエザベス2世カップからな、型の剣王に任せよう。やっぱここですよね。でも賞金が低いな。まあそれならばこっちに出しましょう。なんかメンバー軽いのは気になるけどな。そしてヘビロテです。フィリーズレビューを突破しました。短距離馬ですねこの馬となると、桜花賞はちょっと距離が長すぎる。プロキオンか、プロキオンもいいかもしれないけど、あっても4月4週以降か、短距離戦この辺とかか、ダートもいけます。青いステークスだな次は。まあプロキオンは走るかどうかわからないけど、確実言えることは青いステークスに出るってことです。そして最後天野ブログ、キャンキャンは調子は分からんな。
さあブログは安田記念を狙います。安田記念いいんだけど距離加減で、むしろ出すならこれ宝塚ですよね。上限は2700か。春天だとちょっと長いよな。賞金稼げんのありなんだけどな。ライバルを潰しておきたいとこです。まあ万能王とかだけど、今のとこそんな強い馬が出てこないから、ちょっとガードマン役っていうわけにはならないんだよな。ここねえしょ。わかんないな。でもこれ報復しないといけないから、ガネーショーで出せないな。うん、カレンちゃんはまあ当然カレンちゃんですは出すからな。あとラキスタか。ラキスタはどうかな。いやラキスタここじゃない、出すレースは。それちょっと調子落ちてるし、ここじゃないよね。まだちょっと2周放牧で、健康 C か。まあもう2周もうちょっと、うん、うんですね。あとはタンクレット、ルーラーシップが上がってきます。オルウェール最上位、阪神大商店。なるほど、こっちは出ないですね。まあ、すごいな、走る労働者は伊達じゃない。っていう感じです。ね、少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開いたします。ネクスト。タンクレットステークスオルフェーブル出走です。オルフェーブルダントツの一番人気となっております。2番人気はフィオレンテですね。35サバニキエヴァーハンターか。この体勢でいきましょう。レースです。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 タンクレットステークス芝 2400m で行われます。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。カルディーナセプテンバー前に行きそうです。エバーハンター、それに続いていますオルフェーブル。後方からもう一度先頭から見ていきましょう。オルフェーブルはやっぱり最高峰に下げましたね。その隣にウィングジョイ、内からはエバーハンター、その外からオリエンタルグリービー、ジャッジフロード、そのうちに続いています。さらにはスターコーモラント、黄色の帽子フィオレンテ、その後ろ、その外にファーローシルビア、並んで14番ギャレイメガラニカ、ユーススキン、それに続きます。並んで漆黒の馬体、カレリーナセプテンバー、オルフェーブル、この位置です。ルアーパロディシア、すぐ後ろ、オルフェーブル上がってきましたよ。中段並んで無敗のあたりまで、中段や後ろあたりまで上がってきた。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。オルフェーブルも結構中段やや前まで上がってきている。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。外を回りそうだな。オルフェーブル7番手ぐらい。すぐ後ろにアルビレオンフォレスト、そして大きく離れて、さあもう射程圏内なのか。オルフェーブル、ファーローシルビア、さあ先頭はまだ11番ウィングジョイ、オリエンタルグリービー、ほとんど差がありません。アルビレオンフォレスト3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ外に広がるオルフェーブル、加速していく。オルフェーブル、ウィングジョイ先頭、一気に先頭か。オルフェーブル先頭、先頭ですね。懸命に追いすがります。残り 200m、 これは完全にちぎれた。ぶっちぎりです。先頭です。このまま押し切るか。強い手はキャッチロード、オルフェーブル独走、オルフェーブルぶっちぎりです。2着はフィオレンテ、3着にキャッチロード。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オルフェーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4連勝。距離持つよな。春天出てもいいと思う。フラワーカップ、天の女子会3番人気、凱旋クラブは凱旋フェブが2番人気となっております。さあ女子会3番人気ですが、1番人気アグネスベッピンですね。クラブは凱旋フェブが2番人気、ダスターはどうかな。あ、ちょっと待って、先方を考えよう。まあ、先方の有利不利はないです。
では行きましょう。ダイジェスト中山 G3 3歳 G3 牝馬限定フラワーカップ芝 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。凱旋編先頭、あと 200m 凱旋編伸びてきた、残り 100m。 2番手は天野女子会、凱旋編先頭だ、凱旋編1着、2着は天野女子会、3着にアグネスベッティ、見事に勝ちました。凱旋編なんでフェーム行ってくれないんだ、ちょっと不安ですね。お、藤岡騎手キザレベルアップです。そしてスプリングステークスですが、クラブは凱旋アックスですね。一番人気父ヨハネスブルグか、伊坂さんの置いたら全部20丸。ディーププリランテが3番人気。ダイジェストです。サツキショートライアル中山3歳 G2 フジテレビ賞スプリングステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディープブリランテ先頭、残り 200m 凱旋アックス追い上げてきた、凱旋アックス抜けた、最内から一気にワールドエース、凱旋アックス危ない、凱旋アックス1着、2着はワールドエース、3着にディープブリランテ、凱旋アックス見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。そして阪神大賞典アマノトゥルース登場。3番人気、1番人気はクラブはトゥーザグローリー、2番人気はヒムロダムールとなっております。トゥーザグローリーがグリグリです。さあアマノトゥルース先方変えられます。先行策いってみましょう。ダイジェストです。阪神 G2 阪神大賞典芝 3000m 春の天皇賞のトライアルレースとなります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。トゥーザグローリー先頭、あと 200m ヒルノダムール追い上げてきた、ヒルノダムールが勝した、さらに突き放します。2番手はアドマイヤラクティ、ヒルノダムール1着、2着はアドマイヤラクティ、3着にトゥーザグローリー、まずは前哨戦を制しましたヒルノダムール、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。そして名古屋城ステークスですが、これは省略。さああっという間に3月5週最後の週となりました。ドバイには3レース出走、そして、高松宮記念は天のアイフォンとカレンちゃんだよな。でもアイフォンは達成しちゃってるから回避します。ちょっとアイフォンはどのレースに出すかはちょっと考えましょう。てか本来短距離馬じゃないからな、短距離だけの馬じゃないからな。さあ煽り VTR です。快速自慢集結、可憐な電撃少女、おカレンちゃん竜王ロードカラーノア、一騎打ちムードです。5週、あセシルネイルさんじゃないですか。お、あなたも入りたいと。
増えますね。いいですね。そういえばリア充謎ディナ、謎ディナってなんだ、謎のディナー、クリコ、マルモ、ナデシコ、パースポ、この辺全然買わないな、どうして。さあゲームオンリュードです。ちょ挑戦はするんだけど厳しいな。スマートハルコンはウルフェーブル先行になってるやな。やっぱりあんだけ前に行ったらそうなるよな。さあロードカーはですね、トップはサンカルオ、カレンちゃん、ガワレンちゃん頑張ってほしいが、さあ、ローテ気味です。2歳はまだか。ちょっとジェンティル女ですね。これはもう引けないですね。 AKB もまず2週か、まあ、ここは放牧せずに挑みましょう。アリエッティがフローラステークスか、まあ、距離的にはまあいいんじゃないでしょうか。一周放牧、ゴルシがハヤブサも出るんだ。ゴルシー賢さ E、 精神力 D、 不安だらけだな。まあとはいえ覚醒なんでまあ戦えます。ハヤブサちょっと調子が落ちている。いや無茶でしょう、さすがにちょっと厳しいとは思いますが、ジアナの頭皮でも別に構わないが、京都新聞大商店とかアーリントカップこれかな。あーでもちょっと調子悪いからな。青葉賞という手もありますね。青葉賞かな。中項目でいい。で海猿も挑んでいきます。海猿はこれやっぱり敵距離なんで引けないです。なんせ柔軟度が低いは、これ陸面がこれか、まあ休ませるっていうのも手やけどな。どうよ、毎日入って他今出てないよな。覆面だけど、フェームとか強いもんな。まあチャンスはあるかもしれないですけどね。ガーナ、ジェニー・ワイリーか。今決定とはいえ辛いよな。
で、蓮舫勝負根性が全然ないよね。フィッツが大阪杯、フィッツどうかな。まあ確かに大阪杯合うんだけどな。まあ行くしかないか。ここだとちょっと距離が不安だしな。あとまあここか、ここ行ってみよう。やめた。大阪杯に出る馬って他にいるでしょ、ツイッターとか。フランケルがドバイターフ、ツイッターがまだ一勝もしてない。大阪杯はまあありますからね。あーでもちょっとまだ早いかな。芝のみですね。あとユミマイヤーズカップか、それとも新潟大商店か。新潟大商店かな。いや、新潟大商店じゃないな。まあ、とりあえず一周放牧して様子を見ましょう。で、インサイトがブリリアント、ん？でもこの馬距離がいくらあれでも、ブリリアントじゃなくて、あっちの JP ラン出た方がいいような気がするな。そばにいるねも裏に2着、4勝だからあと4勝しないとダメだな。でカレンちゃんが勝負の時、カレンちゃんどうなんだろうな。柔軟性が D、 精神力 C プラス、精神力が C プラスっていうのがいただけないよな。投手を上げたいが、ラシップを待ってます。ラホちょっと調子が、いやーここで出すわけにはいかないよな。出したいけどな、気持ち的には。調子落ちたままで出てしまいますよね。いやダービー今日合うんだけどな。ちょっとやっぱりここを絆コマンド出そう。もちろん調子を上げます。ブラックキャビアが10勝、
ニコニコがいるんだ。ニコニコ13勝だからなとはいえ、てかこれだったら海外出した方がいい。とはいえここはもう間に合わないしな。ん？距離は3300だったらもう天皇賞ですよね。天皇賞行きましょう。もしくは辺ぐらいやもんな。ここだと賞金安いしな。あんまり出したくない。やっぱり春天ぐらいしかないのかな。高年賞とかか。で、休んで、一周放牧。みんな遅いんだよ、惜しいんだよな。キャンキャンが柏記念。スマートハルコンがドバイワールドカップ。ちょっと厳しいんかな。このブログはどうする。まあ放牧してちょっと次の展開を考える。想定内も そろそろ地盤を取りたいとこです。でこんな感じかな。ケモンデューロ、ゲームホンデューロアに比べたらちょっと弱いな。首位候補の一角ですからね。さあまずはドバイシーマクラシッククラシックディスタンスです。天の稲葉は登場1番人気119。これは激戦ですね。当選冗談も出てますが、当選冗談も全然あれですからね。射程圏内ですかね。あとスノーフェアリーあたりも。ということでレースです。名団競馬場 G1 ドバイシーマクラシック、芝 2400m をクラシックディスタンスで行われる芝のレースとなります。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プラントゥール、好スタート。スノーフェアリー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してプラントゥール花に立ちます。その後ろからはスノーフェアリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはマキシオス、13番ジャッジキップニス、その後ろ先手を取ったのはプラントゥール、少し離れてそういうシンク続いています。好位置をキープしています。天のイーナバウアー、その外から当選冗談レインドリーム、それに続きます。青の帽子トレジャービーチ、その後ろナサニエール、この馬もこのグループビッグブルーキトゥン、
そのうちに続いています。その外にベイバーアルボラーダ、内からはツクエアオークション、その外にフォーティアスブレイブ、内からはチャンプペガサス、最高峰にスパーキーコンサーン。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。11番プラントゥール、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として11番プラントゥール、2番手はマキシオス、ソーユーシンク、3番手天野イーナバウアー、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。この後ろあたりにいるのかな、イナバウアー。間が空いてマキシオス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと400メートル。どうなる、イナバウアー上がってきたか。プラントゥール先頭、2馬身から3馬身引き離す。上がってきた。手応えは悪くありません。前を捉えられた。いや上がってきてない。あと200メートル。さあ先頭は今度はナサニエル、ナサニエルだ。ビッグブルーキトゥン、ナサニエル、ゴーリン。2着にはどうやらビッグブルーキトゥン、勝ったのはナサニエル、見事な勝利です。イナバウアー、うち伸びが足りませんでした。やっぱりこのクラスは無理だったか。さあ次です、ドバイターフ、フランケル登場。フランケルは一番人気になります。136ザゴラ。ではレースいきましょう。名南競馬場 G1、ドバイターフ、芝 1800m です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。チャイムカンプ前に行きそうです。フランケそれに続いています。さらにはドライクラナック G1 馬ポイントオブエントリー、その後ろ先手を取ったのはチャイムカンプ、並んで古豪アストニュミディ、その外にシティスケープ、サドンアトザトップ、そのうちに続いています。その外からイモータルバース、緑の帽子オーバーシンダー、その後ろハーモニアス、上がっていきました。その後ろからはダークシャドウ、すぐ後ろにザゴラ、内からはステータスリブ、その隣にバーターイヤーズ、ディアウィンストン、すぐ後ろ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はチャイムカンプ、2番手はフランケル。フランケルこれはいい位置につけています。もう2番手ですね。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はチャイムカンプ、間が空いてシティスケープ、フランケル、後位を追走ドライクラナック、続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと400メートル。道をついて先頭へ、フランケル。ここからどうか、道を王者の争いだ。さあ先頭に立ったのはフランケル、リードは2馬身から3馬身。外からも来ているぞ。残り200メートル、一気に後続が抑えかかってきた。2番手はポイントオブエントリー、フランケル先頭だ。先頭は押し切りました。1着でゴール、2着はポイントオブエントリー、3着にシティスケープ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。フランケル、フランケルがドバイターフを制しました。
さあ、ドバイワールドカップスマートワルコン登場、一番人気はゲームオンデュード、ゲームオンデュード138、ロイヤルデルタ129の中の118はやっぱり厳しいです。あとワイズダンもいますからね。どうしよう、引きましょう。先行策を取ります。控える競馬をしてどこまで通用するのか、トライセンドにも頑張ってほしいところです。ではレース行きましょう。さあ、ドバイのメインレースです。ドバイワールドカップダート 2000m、 ここを取ることがホースマンの夢となります。砂漠に囲まれた名団競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。ステイサースティー、好スタートを切りました。スマートファルコン、この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通りトランセンド、さらにはステイサースティー、1番ショートミサイル、その後ろステイサースティー、先手を取りました。カトマインローレル、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。すぐ後ろにモンテロッソ、これに続いてゲームオンデュード、ロイヤルデルタ、そのうちに続いていますエイシンフラッシュ、それに続きます。内からはノンアールホリデー、並んで11番サイレントメロディー、ラパスグロース、この馬もこのグループ。すぐ隣にリチャーズキッド、その後ろからはエクセレントフット、その外にファイズダン、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番トランセンド、レースを引っ張ります。さらにはステイサースティー、そして大きく離れてショートミサイル、この位置です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてトランセンド、ステイサースティー、ほとんど差がありません。間を挟んでショートミサイル、3番手最強王者スマートファルコン、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。最終コーナーを運命の直線入りました。日米王者の争いだ。ここで先頭はステイサースティー、外からゲームオンデュード、残り 200m、 ここで先頭変わってゲームオンデュード、2番手はスマートファルコン、ゲームオンデュード先頭だ。2着か、ゲームオンデュード1着、2着にはどうやらスマートファルコン、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。やっぱりゲームオンデュードは強かった。でもスマートファルコンもよく頑張りました。さあ、クラブバーが集まる福流ステークス、北高たる舞が一番人気、他凱旋キングズ、凱旋スクラッチも登場です。北高たる舞がグリグリですね。どまやこいか、ダイジェスト中山オープン特別クリューステークスダート3歳限定ダート 1800m です。さあ直線に入りました。ぶっちぎり、直線は短い。北高たる舞先頭、残り 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はアドマイヤコイン、これは強い。北高たる舞勝でした。北高たる舞独走、北高たる舞ぶっちぎりです。2着は凱旋スクラッチ、これは桁外れの強さだ。北高たる舞。さあ地方は交流住所暴れまくる馬がまた一頭、次の世代が誕生した感じはあります。さあ毎日杯です。天のイクメン登場、一番人気、クラブは凱旋クオリティも出てまいりますが、またアーデントですね。3番人気グランテッツァ、局面でも逃げ馬多いな。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 毎日杯、
3歳限定芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野育面先頭、さあ先頭守りきれるか。一気に来た、外からグランデッツァ、前に迫るアーデント、残り 200m、 天野育面このまま振り切れるか。まだ頑張っている。残り 100m、 2番手はグランデッツァ、天野育面先頭だ。先頭粘り切りました。1着でゴール、2着はグランデッツァ、天野育面見事1番人気に応えました。さあ、マーチステークスです。アマノエレループ1番人気、アマノグーが3番人気、スパルシーもいますか。マコトスパルピエロあたりでしょうね。あとはラブミーちゃんもいますが、ちょっと一歩身を取るか。さあこれアマノグー先方変えられます。前に行く馬ちょっと多すぎるな。このままで行きましょう。ダイジェストです。中山 G3 マーチステークスダート 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。残り 200m を通過して、先頭は依然としてエスポワールシチー、マコトスパルビエロ迫る、マコトスパルビエロかわす、マコトスパルビエロ先頭だ。マコトスパルビエロわずかに、マコトスパルビエロ体勢有利。天野グーでツッコミだったですね。天野エルプは伸びがなかった。そしていよいよ高松大宮記念、カレンちゃんは2番人気、1番人気はクラブはロードカナダ、ロードカナダグリグリ、カレンちゃん不利です。そして他サンカルロ、パドトロラが、パドトロはファリダット、クラブはファリダットラが人気です。さあカレンちゃん先方を考えないといけません。差しちょっと控える競馬やってみるか。本当は前に行った方が有利なんだよな。追い込みでもいいのか。極端な戦法がハマる馬ジョッキーか、では行きましょう。レースです。中京競馬場 G1 高松大宮記念芝 1200m 電撃戦にカレンちゃんらが出走です。さあ G1 高松の宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝6波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のファリダット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはパドトロワ、シュプリームギフト、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通りいきます。パドトロワ、これに続いて名称バード先手を取りました。これに続くのがシュプリームギフト、青の帽子飯出健心、その後ろ先頭は依然として名称バード、まだ粘っています。シュプリームギフト、ほとんど差がありません。 NHK マイルカップの勝ち馬ロードカナロア、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はパドトロワ、しかしその差カレンちゃんが伸びてきた。粘り込めるか、あと 200m が届くのか。ロードカナロアが抜け出した。後続のシードもなかなかいい。2番手はカレンちゃん、ロードカナロア1着、2着はカレンちゃん、3着にパドトロワ、ロードカナロア1番人気に応える見事な G1 勝利です。
プリンターズステークスは取ってたんですけど、サマノフラゲが入球です。血統は父ゼンノロブロイ、母ドナブリーニ。6月を4周となります。放牧です。いいえ、おっと、流れ星。さあ、これ流れ星ですね。さあ、切り札なし。さあ、これですね、本庄だけなんで、わからないですよ。カッパギ二重丸、ミカ丸、早熟の二、早熟っぽいな。あんまり期待できなさそうな感じですが、あとサブパラが低い可能性もありますね。シーキングザパールはどうだろう。あ、これはいいですね。これは走りそう。これもオス馬ですね。これは持っときましょう。山のなっちゃんは、ミカのみが20万。晩成であればいいんですけどね。そして天の世界に花、これをミカのみが20丸、厳しいですね。そしてダンスパートナーです。これをミカの実が20丸、晩成であればいいんですけどね。天の桃天然、これはダメだ。これは走らない。
シーズワですからね、ダイワミランダは。なんもなんでも厳しいんじゃないでしょうか。これは売却します？でも、ダイワミランダってどんな名前だっけ？で、ミアハイジ。カッパギ丸、ミカ二重丸。はい、サブパラ高くて万世であったら面白いんですけどね。で、天の小泉、三日の実が丸、ちょっと丸では厳しい、スピードがないっていう証拠にもなるよな。椿は三日の実が二重丸、まあうまく化けてくれればっていう感じですね。万世で、で片野春日です。まあ悪くは、両方も二重丸ですから悪くはないんじゃないでしょうかね。牧場長も二重丸なのは健康いい馬が出てきそうです。父バーミリアン、母刀春日、牝馬ですか。小出しも良いといいですね。で天のジュピターです。三日の実が二重丸、どうだろうこの馬は。ちょっと厳しいんじゃないかな。父はバーブメオリーなんで頑張ってほしいけどね。で、フサイチパンドラ、カッパギ丸、ミカ二重丸、万世であればいいんですけどね。何度も言う通り、これはオス馬ですか。あとやっぱり成長力も大事だと思うんですよね。あ、これで終わった。当選ビクトリーっていうのもいます。なるほどね。ちょっと期待できそうにないな。だからこの2頭は売ります。まあ押す牝馬なんでな、疲れそうなんだけど、車内に疲れそうになったらこっちで買って他のとこに売り払うかな。欧州は 3頭ですね。これはまあ次回に行います。さあ大阪杯の展望です。王道路線開幕、ウィンバリアシオン、ホイールキャプチャー。あ、分かったですね。じゃあちょっと馬主で車内牧場か、これは使っちゃいましょう。あ、1頭だけか。
ルプ育成ってなんだっけ。あ、そうなんだ。あ、でも PR、 PR、 あ、一頭だけか。じゃあ本株ディープスカイを打ち、ティンバーカントリー、いやスキャンとかもいいんだけど、もう24歳だからな。まあやめとこう。あとはちょっとローテ決めて、全然何も買ってくれないし、ブログはどうするかですね。放牧はしたけど、殴り込みだ。殴り込みだ。でも武豊とかそれなりのクラスのジョッキー乗せないとダメですよ。想定内はドンカスターマイル、エスパートハルコンは惜しかったな。ドバイワールドカップちょっと無茶かなと思ったんですが、頑張ってくれました。初のドバイワールドカップだったんですね。でイナバウアーが、いやちょっとこれは無理だろう。牝馬限定のレースですね。シワダーと両方いけるんで、そういう意味で言えば使いやすい。うん、この辺出したいけど、出したかったな。あ、山ガールがいいのか。じゃあここを出しましょう。一周だけ放牧。柏記念ニコニコは春天に挑みます。ニコニコは13勝か。トキスタマナー1勝、ビクトリアマイルにチャレンジです。ルーラシップが今週か。ブルーレイはあと2勝なんだけどな。ほんと関西スワールドって強いよな。この馬はこの馬はそんなに強くない。でもドバイターフの2着か。
マクトゥームなんか比べたら全然強いからな。ちょっと出すレースを考えないと。なんか軽そうだよな、チャンピオンズマイル。あとはこの辺ですけど、これは強い。グロフはここだけど、ここ出しましょう。ジョッキーはダメだ、武豊乗ってくれない。もいけます。カレンちゃん、カレンちゃんな、本当惜しいよな。1000から1400ですよね。ヘイリスト強いんだよな。これどんなレース？あ、まあ強いレースだな。まあジョージライダー強いけどな、行ってみよう。ヘイリストも怖いけどチャレンジしてみよう。ランケルは距離が長い。これ出すんだったら安田の方がいい。ついで出るんだったらこのレースじゃないの？ロールフェーブルは、宝塚記念。まあ順当ではあるけどな。でもサンクルー、エリクリプス、ユナイテッドネーション、ションカップ、でツイッターがブリリアントケオンがまだ2勝。安田か、安田に出すか。次どうするかちょっと考えましょう。
か。阪神変化。ちょっとおかしいな様子が。ああ、まあ、一周報告だけしとこう。ウォルシが当然ミザルはゴルシに対抗意識を燃やします。そしてジェンティル女さらに天野 AKB が挑戦します。スピード手は短距離路線へ。アリエッティは5月5週か。ちょっと待って、本当に短距離レースはないのか。ダートだったらこの辺のレースもいいけどな。あとこういうフォーエルスとかダメじゃないけどな。ヘビロテってどうな。フィーズレビュー勝った。スピナーは通用しなかった。成長型早めだっていうことが考えたら、短距離の縛ってなかったっけ。ない。ダートの短距離はあるけどな。この辺がどうなのかな。テストステークスとかブラッカーは惜しかった。今週またレースに出る。そしてフラゲが誰に乗るんだ。竹豊か。じゃあ竹豊かへ。で自走方針は芝。ドラッカーだ。すごいな育成のアップ度。そしてまあ疲労は上がってるが、それ以上育成のアップ度が無視できない感じになってる。出戦18勝はどうしようもないだろう。よくスマートハルコは食い下がったよな。最上位か。
パハイは、なるほどね。シャポー、アマのアラフォーが出るが、でローカナの後、しっかり1番人気。ちなみに生産者は一応なにわハームだが、吉野がわずかの差で迫ってます。カレンちゃん持ってたんだな。今1位ですね、クラブ順位は。売れてない。ゆるうりとかナゾティナとかリア充は売れてないな。スマホは全然売れてない。サリンドっていうのがいますね。なんだこの馬、シーザリオの下か。他ハープスターやミッキーアイルなど、この辺も有力馬に数えられております。バクシオが23歳ダントツですね。あと6位、6位なんだ今。1位なんで相変わらず強いな。今年の種付けはまだ0とは、まだ分からんもんな。代表3区はご覧の通り。後継3区っているんだっけ。19歳でしぶといです。3位に花なんかもそうですからね。3位になった時もあるんですけどね。でステイゴールド、オルフェーブル、ゴールドシップ、ドリームジャーニーらですね。メッセは三冠馬ニコニコを生み出しました。で順位が上がってます。グラスはちょっと厳しいかな。でも2位になったこともありますからね。セウスカイはやっぱり厳しいな。シーツ通り簡単にはいきません。ベイスターズはもう完全に順位が落ちてしまっている。でミラクル、ミラクルはまあこれからか。男性だったからな、わからんだろうな。でだらかにクリーナークロー、コンデュイットってそうなんや。あれコンデュイットってこれだらかに持ってた二川牧場の生産馬ってことになる。いやいや、ダーカニはシュボバなんで違うか。まあこれはデビューしたばっかり。ナルトは
ナルトも同様デビューしたばっかり、ね、まあまだこの分かんない、リプリバクとアドマイヤジャパン、ジェンティル女とかトーセラーとかアローナックルとか大活躍で、サイヤーランキングが1位、3年目にしてもう1位になりましたよ。ぶつけんはまだわからない、キアイダーもなったばっかり、ダルピさんも同様ですよね。ということで、はい、今回ここまでとなります。ウィーニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ツイッチで配信をお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ、そして、アーカイブ YouTube 2日後18日21時頃にプレミア公開いたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel two days after. My YouTube channel, channel subscribed and good button, please. 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX, my account, please follow and repost and good button, please.ウィーニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。